ご機嫌クッキングのコーナーです、はい、今日の先生ご紹介します。今日の先生は成健さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日作るのはこちらのお料理です。さあ今週のテーマですが、本当に続々といろんなもの出てますよね。秋の味覚大集合です。今日は甘栗入りかぼちゃ蒸し羊羹を作ってもらいます。お家で羊羹が作れるということですね。ではお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ早速、今日のメインかぼちゃですね、こちらの方の処理、うん、やっていきたいと思います、かぼちゃ皮のまま、だいたい 1.5 センチ角に切ってあげてください。皮の部分がこのように四角く 1.5 センチ角くらくなれば、はいはい、身の方は大きくても構いません。崩れちゃいますので、はい、で耐熱容器に入れて、軽くラップをします。パッとちょっと空気穴少し抜く感じで軽くラップをしていただきましたらば、600ワットで4分ぐらい加熱してあげてください。はい、では、早速もう今日は差し替えさせていただきます。はい、でこちらがですね、4分加熱したものです。よいしょ、はい、ちょっと色が変わりました。はい、こんな感じですね。そうですね、うん、火が入りました。そしたらばこれをですね木べらで、潰していきます。こんな感じですね。で軽く残っててもですね、ちょっと食感がそこ芋の食感のあとかぼちゃの食感残るっていう感じになりますので、はい、全然問題ありません。はい、こういう感じで全体軽く潰してあげてください。はい、こんな感じで結構ですね。はい、そしたらば、調味料全部入れていきます。はい、ではまずお水からですね。はい、お水、お砂糖、よいしょ、はい、もう全部どんどんと入れていって結構ですね、うん、メープル風シロップですね。はい、これちょっとかぼちゃと相性いいのでアクセントになりますね、はい、薄力粉ですねと片栗粉、はい、2種類入れます。あとはお塩ちょっとですね入れるとかぼちゃの味がこう引き立ちますので、ほんのちょっとですね、うん、はい、入れてあげます。はい、こういうふうな形ですね。そしたらばこれを粉玉残らないように混ぜてあげます。どうしてもですねちょっと粉玉残りやすい硬さになりますので、明らかにこう粉が残ってるなっていうところあったらばちょっとこう少しこう潰してあげるような感じですね。ちょっと混ぜてあげてください。もう片栗粉でこう固めるような役割になるんですかね。はい、そうですね、うん、そうですね、お餅のような感じですね、はい、こういうふうな形で十分も混ざりました。はい、そしたらばこれをですねまたラップをかけて、次はですね600ワットで2分加熱をしていきたいと思います。今回蒸すといっても全部レンジなんですね。今日はもう全部レンジで合計6分で、はい、つけ、そうか、合計6分そうですね、はい、うん、では差し替えさせていただきます。はい、2分加熱したものがこちらです。どうなるんでしょうか。はい、このようになりました、うんうん、固まりましたね。こういうふうにこう、あら、お餅のように、はい、こういう状態です。あ、なるほど、でも少しこうね柔らかさというか、ね、そうですね、まだこれ温かいので、うん、ちょっとまだ少しこうちょっと柔らかい感じになってますね。でこれを全体ちょっとこう硬さがですね馴染むような感じでちょっとこう混ぜてあげます。はい、こういうふうな感じですね。そしたらば残りの具材をここに混ぜます。甘栗ですね、うんうん、甘栗と、くるみなんですけども、どちらもですね半分か、まあ、3分の1ぐらいですね、一口大に、割ってあげてください。一度に全部、はい、加えます。はい、そしたらばですねこれはもうそのまんまあと冷やし固めるだけですので、ちょっとこう全体くっつくような感じ、このよしとかぼちゃ部分とですねくるみとかがこうちょっとくっつくような感じで軽く混ぜたら、はい、もうこれでよしと完成ですね。結構こうねっとりした感じ、はい、ですよ ね、今の段階でこうねっとりなんですけど、これがですね、はい、冷えるとお餅のようにもちもちとしていきます。はい、ではこれをですね冷蔵庫で冷やし固めるためにラップに出していきたいと思います。よいしょ、ほっと、こういう風な感じですね。ねっとりした感じですね。ねっとり、そうですね、結構ねっとりしてますねで形は、まあ、どういう形でもいいんですけども、四角く、よいしょ、棒状に形作っていただくと一番切りやすいんじゃないかなと思います。もしも綺麗に形作りたかったらこれをですね巻きすで巻いてあげたりとかもできますけども、はい、こういう風な感じですね。はい、ではこれを1日冷蔵庫で冷やし固めてあげます、うんうんうん、で冷やし固めたものがよいしょ、はい、こちらになります。はい、こういう風な感じですね。もうくっつかなくなりました、うんうんうん、さっきラップにくっついてたんですけども、はい、こういう風な形で、でこれを切っていきます。まあ切り方は好みですけども、まあ、大体1センチちょっとぐらいの厚さでこうよいしょと切っ
ってあげるといいんじゃないかなと思います。切ってる時にザクッという音が聞こえるので、そうですね、今くるみが切れる音聞こえましたね。でちょっと切ってたものありますので少しここに出してあげましょうか。よいしょ。ある程度保存も効くんですかね。そうですね、甘さ結構しっかりあるので保存効きますけども、でもちょっとなるべく早めに、くるみとかが加熱入ってませんので、なるべく早めに召し上がっていただきたいですね。はい、はい、では完成となります。はい、出来上がりました。材料のおさらいです。はい、3人分です。種を除いたかぼちゃ 150g、 水大さじ4、砂糖大さじ3、メイプル風シロップ大さじ1、薄力粉片栗粉大さじ2、塩3つまみ、そして甘栗 35g、 くるみ 20g です。材料レシピはホームページまたテレリンクに載っていますよ。なお今日のクッキングの内容は放送終了後、新しい情報サイトテレ岩屋でもご覧いただけます。ぜひどうぞ。はい、ではいただきます。しっかりもっちり。そうですね、もっちりしますね。いただきます。はい、甘栗も一緒に。羊羹ですね。しっかりと固まって、ウィローみたいな、ね、もっちりした食感があって、うん、わ、美味しい。蒸し羊羹、蒸し羊羹だと米粉使ったりするんですけど、ご家庭だと片栗粉使うと簡単に作れるんじゃないかなって、こんな感じにしました。わ、美味しい。食感とあとやっぱりメープルシロップの風味、生きてますね。合いますよね。こう味のコクみたいなものが出て、はい、美味しいと思いますね。あ、お茶と合いそうですね。間に入ってるくるみとか、甘栗の食感も最高です。美味しい。羊羹大好きだからね。大好き。作ります家で。ぜひ皆さんもお家で作ってみてください。では明日です。明日も秋の味覚大集合。明日は秋鮭と秋茄子の炊き込みご飯を作ります。材料は秋鮭、秋茄子、そしてすだちを用意してください。今日の料理は成健さんに教えてもらいました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。